一芸ラジオ山口です。今日は小林社長といずれさんに来ていただきました。お久しぶりです。ああ久しぶりですね。そうです。どれぐらい会ってない？いや前回オリンピック前だったよね、うん、あれいつだったっけ前回オリンピックに向けてだった。そう、もう夏ぐらいですか？夏ぐらいです。夏 前だから今年俺も、ね、春だろ。春春だっけ？あ春、あ春だね。春もなんだかんだ言って3人だったんでね。そうだね。そういずれさんとちょっと撮ったか。あっ先ね、秋葉原、ね、夏そうだね。再開だ。うん。今日はちょっとね、ぜひね、僕が小林社長にね聞きたいのは、はい、もうね自分的にはね終わった選手だと思ってた長谷川穂積が、うん、あ長谷川穂積ね、穂積がチャンプに返り咲いて引退したと、うん、このストーリーあれはちょっと描いてなかったな。だからあれはどうだったんですか？試合見て全盛期の穂積から比べればもう穂積じゃない、ボクシングスタイルは。まあもうボクシングスタイルはもうね全盛期にはほど遠かったよね。うん、いやあの穂積のファンには申し訳ないけど、うん、あの試合で負けて、うん、まあ諦めんのかなと、うんうんうん、引退っていう方向に行くのかなっていうのが、うん、まあ、俺の予想だったんだけど、うん、まさかね。あれだから穂積はさ世界チャンピオン落ちて、うん、2回ぐらい世界挑戦してダメで。そうなんだよ。それってよくさもうさ人気がないとさ世界戦なんかマッチメイクできないでしょ？できない。よくできたよね。あれはだからねやっぱりいろんなねスポンサーの力とかあるよな多分。あとは積み重ねてきたもん穂積が。うん、いろいろさ過去の実績もあるし。何回防衛したんだっけ、うん、あれバンタム級の頃10回は防衛したんじゃなかったっけ。10回防衛してその後なんか WBO のチャンピオン、うん、うんうん、なんだっけいたよね。いた。あのチャンピオンと統一戦したんだよ。したねしたね、うん、うんうん。それで負けちゃったんだよね、うん、うん、確か4ラウンドで、うんうん、それでベルト持っていかれちゃったんだよ。うん、で穂積だ最近その防衛回数がまたね、うん、俺が知ってる限りは、うん、具志堅用高のね、うん、記憶が昔はねすごいみんなそれだと思ったんだけど、うん、防衛10回超えるのがね、うん、何人か出てきたでしょ最近ね。なんかもう量産してるよね、うん、あの防衛のね。春日部出身なんだっけあれ春日部出身から来た、うん、春日部出身内山でしょ内山あれ引退した？引退はしてない。あれはねしてないんだよまだ。してないんだ、うん、この前さ、うん、初めて負けちゃったんだよね。そうだよね、うん、まさかまさかの KO 負けで。まさか内山が負けると思わなかったんでしょあれみんな見てて。いや思わなかったよ、うんうん、あれいやちょっとねトイレ行ったのねあのテレビ勝つだろうな的な感じでね、うんうんうん、そしてさちょっとトイレ行って戻ってきたらさ、うん、なんか終わってるわけよ試合、うん、あ内山勝ったんだろうなまたって、うん、負けてたんだよねあれみたいな、うんうん、だあれ本当にみんな油断なんかしない試合で負けちゃったみたいだね。そうだね。見てる視聴者もまあ今回も勝つから、うん、あんまり今回は、うん、気合入れてみなくていいかなみたいな、うん、ただねあの時のね内山の対戦相手は、うん、結構ね、まあ、無敗だったのかな。でハードパンチャーで、うんうん、結構危険視されてたんだよね、うん、まあ、それでも内山の敵ではねえなっていう感じだったんだけどね、うんうん、まさか負けると思わなかったね。内山のボクシングってなんてどういうボクシングだ。アウトボクシングあれはアウトボクシングじゃないよね。ないんだ。あれまあなんだろう横の動きとかあんまないんだよね、うん、まあ、じっくり構えて、うん、なんかあのダイナマイトパンチ、うんうん、固めてじり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 距離詰めて、うん、こうボディーブロー、うん、まあ、ストレートみたいな感じで、うんうん、あのハードパンチをね的確に当てていくっていうのがスタイルなんじゃないかね、うんうん、基本直線的だよね。あのさ僕一回聞きたかったのさ、うん、解説者がさよくさ
あのミリミリタリーとか言うでしょ、うん、あれもそれしか出てこないってことあの早すぎてまあそういうことだね。そうね、もう困ってる時だな。困ってるつなぎでつなぎでつなぎ、 つなぎだよね、うん、もう見たままを見たまま見たまま、うんうん、ストレートとかも言えないもんね。アッパーアッパーとか言えないもんね。それしかないもんね、うんで今笑ったーとかで今残っている防衛回数多いのが山中。そうだね、山中。山中何回あれ何回してんの。もう10回はしてるでしょ。してるね、うん、だからそういうチャンピオンはさ、ここ最近10回超えるチャンピオンが出てきたってのは何が背景なの。これこれだから日本人ボクサーってこんな強かったかなっていうのがまずね、うん、だってついそうだな20年前、うん、20年前とかはさ、もうチャンピオンになるだけでもうすごかったでしょ。そう、ね、チャンピオンになって初防衛戦で勝つか負けるかで、うん、そうそうそう、大体そんな感じだったでしょ、うんうん、でもう5回もできればまあいいなっていう、うん、それが今やもう10回がもうね、うん、まあ当たり前っていうかそれぐらいもなんていうかな、普通にハードル的にね、うん、まあ、当たり前になってきたからさ。じゃそれは一つのやっぱりスーパーチャンプの10回っていうのは認定、うんうん、認定、まあスーパーチャンプ条件としては10回はまあ区切りだろうね、うんうん、でもあれなんでしょ、結局ボクシングの世界っていうのは実はファイトマネーなんでしょ、うん、ファイトマネーいくら取れるかがもないね。どんだけ防衛しててもさ、人気がなければさ、スポンサーもつかないしさ、結局どれだけ稼いだかっていうのが、まあ生活あるわけだからね、ボクサーも、うん、実は何とも思ってないっていう人もいるかもしれないよね。だから平均年齢上がってんの。平均年齢の平均年齢がね逆に上がってんだ今。上がってるよね、うん、そんな感じがね。だって今ほら内山にしたってもう36とか7ぐらいでした、ね、うんうん、俺らに近いからね、うん、だから昔みたいに、うん、あのアウター界じゃないけどさ、うん、6回とか7回で世界戦みたいなのいなくなったよね。なくなったね、それのね、うんうん、辰吉と薬師は何歳だったの。やった時あの時は辰吉が24で、おお、若いよね。薬師寺が26とかじゃない。あ、そっか、うん、1個とか2個しか違わないんだよ。うん、で辰吉は引退してないんだよね。引退して今だけ現役だよ。寿喜はいても、寿喜はいても今だけ、寿喜はとね将来やるんじゃないの。まあそれはまあ冗談としてる、うん、まあそういう生き方もあるってことだね。じゃあまあスーパーチャンピオンはチャンプは10回以上、うん、プラスファイトマン。たださこれなかなか定義できないね、今はもう団体も増えてるから、うんうん、そういう意味では、まあ、チャンピオンになりやすくなったっていうと、うん、まあ世界チャンピオンには申し訳ないけど、うん、失礼だと思うんだけど、そういうところもあるよね、背景で、背景として。ちょっと話こうさガラッて書いちゃうけど、うん、俺この間ね知り合いと話しててね、うん、あそうなんだと思ったのが、うん、一時期大相撲って分かれてたってことを知らない人がいるんだなっていう知らない人が、うん、それマニアックなんだなって思ったけど、要はね、なんかあの時もう俺も知ら生まれてはいないと思うんだけど、うん、超強いなんか横綱がもう相撲大相撲の今のところやめるとか言って新団体立ち上げたんだよね、うんうん、でそれでなんか結構力士流れたんだけど今は一つになったけどさ、うん、そういうのってなんかあんまり今知ってる人も少なくなったけど相撲ブームっていうのは来てるわけでしょ。まあね、相撲ブームでもう今すごいね、なんか、うん、今年は盛り上がった、盛り上がったでしょう、もう今年は初っ端バナだから琴奨菊が横綱かかる初場所だったんでしょ、うんうん、初場所であれでしょ優勝したんでしょ、あ、うん、そうか。でまあもう久々の日本人力士の優勝で調子こいちゃって、そうなんだよ、もうそれ言われても仕方ないね。あんなね美人の嫁さんでもらってね、もう完全もう全然でも次に繋がるね、うん、あの場所にもならないぐらい負けちゃって気づいたら8勝7敗8勝7敗あれはまあ
素人目から見ても浮かれてたね。浮かれてたね。琴奨菊の、ヘベレケの顔酔っ払ってもいないんだけどヘベレケの顔、ただでさえあいつは顔がにやけてるように見えちゃうんだから、うん、そうなんだよ、緩いんだよ顔が、顔がね、キセロサトとは曲がりない。キセロサトとはまた違うよな。ずっとでもキセロサトのおかげで日本人力士が横綱になるんじゃないかっていうのは楽しめたら楽しめたわけでしょ。楽しめたことは楽しめたね。もうそれでもう気づいたらもう10年以上経ってるわけだからね。そんな期待をなんておいおいおいって感じだ。いつになったらだよみたいなね。そうなんだね。だ協会側もう困ってんじゃない、あのキセロサトの扱いに関しては。いやかつていろんなね、やっぱりさ、なるんじゃねえかってなれなかった大関いるけど、うん、ここまでの力士は珍しいよね、うん、もう最強クラスなんだよね、うん、もう大関としてはもう大関の枠を超えてる力は持ってんだけど、うん、まあなんせ脆いねメンタルが、ね、うん、あれだから相撲のなんだろうな、もう力量は間違いないんだから、うん、なんだろう、どっかでメンタルトレーニングしたらいいね、あれ。今年最後のね、うん、場所でもさ、うん、九州場所だっけ、うん、でもさ 3人の横綱破ってんだよ。そうだよ、それでさそこだけどさ平幕に負けんだよな、またな。平幕に負けるんだよね。メンタルですかね。メンタル、メンタル、メンタルだよ。豪栄道ですらいつもね、俺はね、豪栄道も8勝7敗とかね、10勝あ今回いったんだみたいな、うん、ギリギリの横綱だな、あ大関だなと思ったのに、うん、全勝優勝したんだよ今年。そうなんだよな。で稀勢の里は優勝がない。まあ今4大関でしょ。うん、1人唯一やあの優勝してないからね、稀勢の里。稀勢の里でも最強の大関は稀勢の里なんだよね。不思議なやつだ。不思議な大関だね。話題にはなるね。話題にはなる。だから年間最多勝を取ったんだよね。うんうんうん、一番あの年間通して一番勝ってる力士、稀勢の里だったんだよ。うん、それあそう、うん。それでも優勝はない。だからね、牛久という土地が生んだね。2日目がずっとなんか出てる。まず牛久からか。牛久が生んだもうね、ほがらかなあれですよ。やっぱあれ、あっちの方やっぱりご当地として茨城の方って盛り上がってる。だから茨城版ね、読売新聞俺撮ってますけど、うん、茨城版のところにはもう場所になるとさ、うん、高安どうだ、稀勢の里どうだって書いてるんですよ。うんうん、ああやっぱご当地的な、うん、ご当地的な、やっぱそうだよな、うん、ご当地的だよな、うんうん、熱が違うな、ね、うん、だからもうね、もう話題も楽だよね。稀勢の里の話をしてればもうみんな盛り上がるんだ。わかりやすい、うん、だからまあ間違いなくそういうね、牛久に関してもそうだけど、茨城県に関しても、うん、まあ稀勢の里はあれなんじゃない、結構貢献してんじゃないの、そういう。いやもうね、貢献してるよね、うん、だから話題性がさあるでしょ、うん、話題性がある。ただいるだけの大関とかだったらさ、うん、そう、毎場所毎場所ね、話題は提供してくれるんだよ。そう、寝屋川市行ったのよ、大阪の、うん、寝屋川市行った時に、うん、あ、豪栄道ね、あ、ご出身なんですよねって言っても、うん、あーそうなんだみたいな、うん、まあ、興味ないよ、うん、ただ稀勢の里はいつでも横綱になるかどうかっていう感じだから、うん、みんなが注目しやすいのよ、そう、常に注目するから、うん、常に話題になる。考えてない、一年中話題になってるよね。一年中話題になってる、うん、話題提供か、うん、だから横綱になっちゃったら話題にならないんだよ、もうあとは言いたいしかないんだから、もうそ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 う、あとは言いたい。そうだね、降格ないんだから横綱は。そういうことだよな、うん、だからいつまでもね、俺らに話題を提供 してってほしいね。そう、うん、話題提供だけしてあと勝手に語ってくれと、まあ、あとはそうそう、もう夢を見てくれと、夢を見てくれだって一番白鵬とただで取り組む時に、うん、ワクワクするのが稀勢の里でしょ、うん、そうだよな。だから春幕寺と、ね、白鵬でも、鶴竜と白鵬でも別にワクワクしてるでしょ。どっちかってやっぱり白鵬の方が強いんじゃねえか、うん、で稀勢の里と白鵬が星の数はね、うん、全然ね近くはないんだ、近くはないんだけど、なんか勝ちそうだなみたいな。そう、何かね、うん、そう期待をさせてくれるんだよね。そう、あ
まあ、それも面白い見方だよ、うん、だからもうね初日から楽しいんだから稀勢の里ここで負けちゃうんじゃねえかって常にさここで星をこぼしちゃうんじゃねえかなっていうその危うさでずっと中身までバズさ楽しめるそう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 87杯の合格5番だからもう毎日が本当毎日が話題なのあ今日は稀勢の里取りこぼさなかったねっていう、うん、そうなんだよそれだけで話題になっちゃうんだそう話題になっちゃういやー本当 KY 力士だよねそう KY力士なんだよねあのさ稀勢の里豊かなんだよね名前がまさに KY なんだよ KY はそうだなるほど、ね、気も読めないしさ、うん、いやー面白いよ本当うん、うんこんだけ語れるんだからでぶっきらぼうにさ私はそれしかできませんからなんかその、うん、ファンサービスみたいなことも全然ダメでしょもうさ今さ力士もさバラエティ結構進出してんじゃん、うん、そうそううん稀勢だけだよ唯一出てないの出てないの、うん、そうなんだよねだって呼びやすいんだこの稀勢稀勢稀勢ね稀勢うんもう省略されちゃってるしなもう稀勢うんもうねずーっと稀勢の里にもう馴染みがあるけどそれ前萩原だったんだからそうなんだよ、うん、誰か誰も覚えてないでしょ萩原だったから誰も覚えてないこれ萩原まあ俺やっぱり相撲ファンだったからさ、うん、もうその頃から知ってるけどさ、うん、いやーでも本当にさねあカド番を心配しないけど横綱にもなれずいや俺さもう萩原の時もうこいつ時間の問題だなと思ったんだよ、うんうん、本当横綱も、うんうん、ね貴乃花以来本当強い横綱がようやくまた生まれるなと期待してたんだけどね、うんうん、それは未だに時間の問題まあ気づいたらねもう12、3年経っちゃってるからねそうなんだでも今でも時間の問題でしょ時間の問題本当そうまあ最終章として、うん横綱になるでしょいやもうね横綱になって、うん、優勝してね、うん、でみんな日本国民が納得すると、うん、それが最後の稀勢の里の仕事ですよそれまで引退しちゃできないそれまで引退しちゃダメだよなダメだね、うん、だっていまだに強いんだもんあいつあいつ強いしね怪我しないのまたねああそうね体頑丈なんだようん、うん、本当力士になるために生まれてきたよね男だよね、うんでだ相撲の取り組み見ても、うん、やっぱり白鵬と稀勢の里は、うん、やっぱり勝つときはすっげえもうね、うん、他者をね圧倒するような勝ち方するよもうね、うん、ほんとねなんかよっしゃーって感じになるよねこっち見ててね稀勢の里なんてさこうさもうさ立ち合いときさどこ掴めばいいんだみたいなぐらいの威圧感あるよねあるあるまあやつなただ技術的なちょっとね素人目から見てもね、うん、腰の高さが気になるねああそうね、うん、あれ改善されないもんかねちょっと言ってみればあれやっぱりさ難しいのかな、うん、ああいうなんて腰低くして構えるとかっていうのはああいうのってさやっぱり体に染みついちゃってるものはやっぱり直せないのかね腰高とかだからでもそのための稽古をずっとしてるわけだけどね、うん、だからさなんだろうね意外と学習能力ないのかなってです案外学習能力ねえのかななんてさあとはひょっとしたらイメージだね実はね腰を低くした時の方が負けてるみたいなさイメージがあるのか自分の中で、うん、自分の中でもう低くしてんじゃないあれで、うん、自分の中では低くしてマックスなのかマックスなのかそうそっかあれ以上やるとおかしいまたちょっとなくなっちゃうわけね奇跡がなくなっちゃうわけね、うんそ, ううん、そういう意味でも話題ですけどね、うん、いろんな意味でね、まあ、まあ腰高でもいいかまあ腰高でもいい彼は、うんうん、なんか結論づけちゃったで奇跡の里はカマセイヌ気づいたらなんだカマセイヌになってんなカマセイヌになってんだよ気づいたらあらららら全然カマセイヌ的な発言はしないけど、うん、何一つ発言しないよしないけどストイックでねうん、うん、しないけどなんかもう そのポジションを何十年も実はやってたんじゃねえかっていうね、うん、この疑い疑惑が出てきた疑惑が出てきた今の中でうん、うん
アマセイヌ2とさ、うん、まあ話は分かるけど長州藤波とかさ、それ、うん、頭浮かんでくんだけど、ここでカマセイヌが出てくると思わなかったね。そう振る舞い方がそのね、あの長州の振る舞いが強いから、うん、ね、カマセイヌってなんかイコールなんかやっぱりやんちゃというか、うん、強い言うやつなんじゃないかってあるけど、うんうん、ずっとあれが長州がプロレス界をね、うん、あの面白くさせたいわけじゃん、うん、木曽里もずっと大相撲界を楽しませてんだよ、うん、楽しませてくれてんだよ。でも一番手にはなってないってことは実はかませるなんじゃねえかっていう気がする。いやー、究極のかませるかもしれないな、これこそ。そう、それがちょっとね、俺はね、うん、ここ最近ね、うん、あれかませ犬って実は、うん、あの相撲界に向いたんじゃねえかっていうここでここで、うん、そうだな、気づいたらさ、うん、まあね、琴奨菊にも先行かれ、そう、豪栄道にも先行かれ、うん、ね、まあ照ノ富士にも先行かれ、うん、ね、いや、かませるんだよ、本当。で、野球界で言ったら、例えば昔のね、あの巨人のさ、うん、元木なんてかませるんだ、あれ元木レギュラー取れないけどでしょ、うん、うん、あれ元木ってレギュラーだった時ってあるっけ、あれ。いや、だからそういう感じだよなんか怪しいんだよな、その辺が。でも目立ってるってことはかませかませるなんだよな、うん、なんか目立ってんだよね。目立ってるんだ、うん、ゆうちゃん誰、ハンカチ、あれもかませるだね。あれも本当にあの日ハムのね、あの、うん、引き立て役だもんね。大谷の引き立て役になっちゃった。引き立てられね、うん、気づいたら背番号がさ、うん、変わったんだよね。18からね、なんか変わったね、1に変わったね、うん、1から出直すという気持ちらしいけどね。いや、もう日ハムのフロアももう期待してないでしょあれ、どうしてあんなふうになっちゃったんだ、あれ。いや、だからもう方向性失ったらああになっちゃうもんだね、新年。たださ、なんだろう、栗山監督の出来合いぶり、うん、あれにもちょっとびっくりするけどね。まあね、ゆうちゃんのね、うん、うん、日ハムはでもすごいね、うん、やっぱり決まった金額の中で、うん、球団経営して優勝するっていう、うん、すごいね、ある意味、うん、もうね、球団のキャパ超えたら糸井だろうが陽だろうがこっちいらないよってやっちゃうでしょ、あんな大物たちはそうもう今後の戦力考えてるわけだよね、うん、ドラフトはすごいんじゃないか。まあドラ、うん、まあそうだね、取ってるのが、取ってるのがね、うん、でまあ5年ぐらいやってくれればいいみたいな、うん、うん、それもやっぱり使い捨てっていうか、かませかませいだ、谷繁もかませいだった、かませいだった落ち合いのねで結局やめちゃった。やめちゃった。あれもそうだな、かませるのね。中日ファンとしてはね、お茶がいない中で谷繁やったらどうだったのっていうね。だからひょっとしたら吉野だって怪しいよ。次松木やった時にのかませるだったかもしれないよ。だでいつかやるんだから松木は絶対。出てくる出てくる、かませるが。かませるがね。スポーツ界もそうだもんね。そうでしょ。ちょっと今なんか踊らされてる。うん。あれは。よね。間違いなく踊らされてるでしょ、強制的に引退させられ、うん、自分で進路決めてないんだから、進路決められちゃってんだから、お前監督やれぐらいの勢いで、だドラマ性を作らされて、そこのドラマにを演じてるわけだよ、うん、だからかませんのでしょ、かませんのかな、それそうだね、スキャンダルをもみ消したんだよね。もみ消した、もみ消した、はびこるな、もうスポーツ界な。いや、結構かませる疑惑のやつらね、多いんで、これ密接みたいな俺らの世代かませるになりかねないな。いや、そうだよ、だから俺は気をつけないと、一番危険な年齢になってきたぞ、いろんな意味で。じゃあちょっとそれは後半にバーッとしてこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。